皆さんこんにちは。住友不動産の重富でございます。いつもシティテラスになり階段の YouTube 動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回は生ゴミディスポーザーを実際に使用しながらご紹介いたします。シティテラス稲毛海岸では生ゴミディスポーザーが標準装備となっております。それでは早速行ってみましょう。ディスポーザーとはキッチンで手軽に生ゴミを粉砕処理できるシステムです。粉砕された生ゴミは専用の排水処理装置で浄化、公共下水道に排水されます。ディスポーザーのメリットを5点紹介します。 1. 匂いやぬめりの抑制になります。生ゴミの一番嫌なところを軽減できます。 2. 三角コーナーが不要となります。シンクを広々お使いいただけますし、お掃除が楽になります。 3. 害虫の発生を抑えることができます。 1.2 の効果の一つですね。4. 生ゴミを捨てに行く回数を軽減できます。 5. 環境負荷を低減。生ゴミ焼却に伴う二酸化炭素の発生を減らせます。衛生的なキッチンを簡単に維持できる大規模マンションならではの人気のある設備です。デメリットも紹介します。1. 電気代や水道代の光熱費がかかります。 2. 定期的なメンテナンスが必要です。シティテラス稲毛海岸では1年に1回配管の高圧洗浄が入ります。 3. 動作音に注意が必要です。早朝や深夜のご使用はお気をつけください。それでは実際にディスポーザーを使用してみましょう。投入口に生ゴミを入れます。安全のために網かごを置きます。蓋がスイッチとなっておりますので指の巻き込み事故などが起こらない仕組みとなっております。水を出しながら蓋を回します。しばらくしたら蓋を回して水を止めます。中を見てみましょう。綺麗になりましたね。とても便利です。ディスポーザーは便利な設備ですが投入できるもの、できないものがございます。単体で投入できるものは残飯、野菜、果物、肉、魚、お茶の葉などです。大きなものは小さくカットしてから投入してください。他の生ゴミと混ぜて粉砕し追い水で流せるものは枝豆、魚や肉の生皮、玉ねぎの皮などです。網かご1杯以下の少量とし必ず他の生ゴミと混ぜて粉砕してください。粉砕後は洗いおけなどの水6リットル程度を一気に流してください。投入できないものは主に硬い生ごみ、繊維質の強い生ごみなどです。硬い生ごみとは梅干し、桃などの硬い種、アサリ、シジミなどの貝です。繊維質の強い生ごみはトウモロコシの皮やヒゲ、タケノコの皮、大量の玉ねぎの皮などです。その他にも金属、ガラス、陶器、木材、プラスチック、ゴム、ビニール、油、タバコの吸い殻など、特に指輪などのアクセサリーや小さいスプーン、フォーク、
お弁当用のピックやビニール袋、ラップなどお気をつけください。他にも多量の熱湯や配管洗浄剤、防臭剤、薬品なども投入することができません。基本的には食べられるもの以外は処理することができません。続きまして、お手入れ方法です。週に1回程度氷をディスポーザーに入れ、水を出しながら運転してください。氷が砕けることできれいになります。匂いが気になる場合はオレンジなどの柑橘類の外皮を粉砕するといいです。いかがでしたでしょうか。ディスポーザーを活用することで生ごみの処理が楽になります。大規模マンションならではの便利な設備を利用することでキッチンを清潔に保ちやすくなります。詳細はシティテラス稲毛海岸マンションギャラリーにてご案内させていただきます。皆様のご予約ご来場をお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。